はい、よろしくお願いしまーす。スクレートルチェラブリー村山ひとしです。よろしくお願いしまーす。はい、もう出てきた。呼ばれてないけどどうぞ出てきて。もう出てきて、もう呼んでないけど出てきた。呼んでないけど出てきた。はい、じゃあスイッチさんどうぞー。はーい、はい、リズムスクさんどうぞー。はい、感触のひなさんどうぞー。お願いします。はい、にゃんならさんどうぞー。はい、はちゃめちゃ声優ユニットステムさんどうぞー。はい、よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。はい、じゃあ一組ずつ、はい、お名前を大きい声で言いましょうか。はいはい、はい、私たちです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞマイク使ってね。うん、入ってるよ、入ってる入ってる入ってる。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、火花炸裂小粒のひな、ソロユニットのコマレアウです。感触のひなです。よろしくお願いします。イエイ。地下アイドル界のバラエティー班、にゃんななの玉井千鶴です。よろしくお願いします。はい、はい、私たちはちゃめちゃ声優ユニットステムです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はちょっと皆さんにバラエティっぽい企画とかもね、はい、やっていただくんですけれども、はい、はい、自信のほどはある人。はい、嘘。元気。あんまり。あるよね、あるよね、大丈夫、はいはいはい、大丈夫です、大丈夫です、あります。控えめな方が良かったね、うちね。どうですか。頑張ります。どうですか。なんか、自信があるかって言ったら微妙ですけど、頑張りますね。ちょっと地下アイドル界のバラエティー班って自己紹介でハードル上がっちゃってるのが恐ろしいです。よろしくお願いします。あ、いいですよ、今美味しい感じになるんですよ。はい、はい、ということで今日はよろしくお願いしまーす。お願いします。はい、じゃあ企画やりたいと思います。出しまして、イエイ。はい、ありがとうございます。チーム対抗、褒めたり叱ったりしてみよう。イエイ。ここにですね、いろんなものを用意しております。これを、褒めたり叱ったりしていただくという企画なんですけれども、はい、僕が褒めてって言ったら褒める、わーかわいいとか言って、で叱ってって言ったら黄色いんだよとかの中で怖い叱っていただくという、そういうのをこう瞬時に瞬時にね、僕の号令で変えてってください。はい、でまあ誰が順番にやるかっていうのは不公平になると思うんで、順番決めます。はい、代表者来てください。はい、いけ、あおちゃん。はい、はい、あ、大丈夫ですか。はい、はい、すあれもう、あれ、あ、そっかそっか、これでいいんだ、これでいいんだ、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ見せて番号。ドンドン。1番1番3、2番1番3番4番最後どういうことで、あ、1番になっちゃいました。はい、じゃあスイッチさんに全員マイクを渡してください。はい、はい、じゃあですね、しかも何をやるかっていうのを、どれをね褒めたり叱ったりするかっていうのを、不公平になるから僕が決めます。目をつぶって、ウィーンウィーン、ガチャーガシャー。ちょっとこういうの苦手そうだから忖度したんです。優しい。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。じゃあちょっと全員前に来て、みんな頑張ろう、全員前に来て。はい、じゃあまあまあ、まあ、いい、そこに乗せなくていいです。あ、いいですか。みんなで持って持って持って取り囲んで、持って取り囲んで、はい、できたらこっち側に全員いて。はい、じゃあ行きますよ。じゃあまあ僕が褒めてきたら褒めてね。はい、どうぞ。
みんなマイク持ってね。マイク通さんで声取らないと。1本足りなくて、一緒に私あります。あ、1本足りないのか。はい。あ、じゃあ、あ僕ないとまずいからね。なぜです。はい、そうです。大丈夫です、大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行くよ。褒めて。かわいいね。毛並みがいい。ネックレスかわいい。目が木村。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。じゃあ叱って。用途がわかんない。あ、確かに。なんか、ちょっとよく見るとあんま可愛くない。褒めて。え、かわいくない。え、今、褒めて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 。なんかクリーム色、すごい。目がまさる。チャチー、チャチー。なんか、手、褒めて、褒めて。叱って、叱って。なんか目が死んでる、目が死んでる。あ、確かに目死んでる。鼻とか確かに安そう。安そう、これ似合ってない。なんでネックレス。怖がって、怖がって。え、ちょっと人を食べる。いや、目に入れてちょっと気持ち悪い。人を食べる。ね、食べたくない。甘えて、甘えて。甘えて、甘えて。あかり甘えて。甘える、かわいい。甘えて。かわいい、かわいい。嫌いになって、嫌いになって。しょい。ちょっと近づきたくないな。近づきたくない。最後すごいすごい好きになって、すごい好きになって。え、めっちゃ可愛いね。大好き、大好き、大好き、大好き。はい、終了。はい、終了。ありがとうございます。はい。やばくない。この子も頑張ったんです。難しい、難しい。いろいろ言われたけど頑張ったんです。はい。はい、じゃあ2番目。あ、はい、じゃあ、そうだった。2番目頑張ります。はい、じゃあいくよ。なんだろう、ウィーン。なんだろう。はい。難しい。 OK です。でもいじるとこいっぱいあるよ。動くし。頑張ります。なんだこれ。はい、じゃあ、はい、いくよ。じゃあ、褒めて、褒めて。え、なんか見て、空気が出るよ。すごい空気出る、すごい出る。結構結構言うし、ここすっごい動くよ。しかもここ叱って、うるさい、仕上がって、うるさい、仕上がって。ここがよ、ここが、ここがここさ、ここさ、クルーが今話したら自分にパーンってくるでしょ。怖いし、やめてください。黄色と赤と青って信号かよ。確かに。ちょっとこれね、カラーリングのセンスよ。もうなんか軽い、全部プラスチックだし。アメリカ人っぽく絡んで、ヘハハ、トム、ヘイ、ハロー、Who are you? Who? I'm a cookie 入れ。 Cookie 入れ？ フランス人っぽく。 Bonjour? Hey! フランスパン。 Yeah! フランスパンより硬い。 Yeah! かじれない。 それに気合入れて、気合。 Why? Why? 気合だ！ 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 もっと熱くなれよ！ もっと、もっとできるんだろ！ ほらほら！ 甘えて？このね、このぐるぐるしたところがね、ちょっと母性本能、母性本能じゃないわ。甘えたくなるんですよ。これね、なんかへその輪みたいだもんね。あ、母なる大地みたいな気持ちになりますね。素晴らしい母性を感じるね。はい、終了。ありがとうございます。何だったんだ。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いていきましょう。難しかった。難しい。3番目、リズムスクです。じゃあ、いくよ。ウィーン。はい。かっこいい。難しいかな。あ、難しかった。変える。優しい。やります。優しい。ちょっとごめんごめん、そういうごめんごめん、バラエティー班だから。はい、僕はバラエティーじゃない。じゃあ、褒めて、褒めて、褒めて、はい、褒めて。なんか軽い粘着にしたら、うん、私と同じ黄色。めっちゃ強そうやん。確かにかっこいい、持ってるだけで。うん、うん、はい、じゃあ叱って。なんか微妙な長さ。確かに確かに。これ当たるよね。うん、これ絶対日常使わんよな。確かに、ちょっと柔らかいもんだって。チャラついて。チャラついて。ちょっと喧嘩売り行く、これで。え、マジで。え、超かたらくない？超かたらくない？マジで。え、だらくない？チャラついて。かっこいい、かっこいい。あ、かっこいい、めっちゃかっこいい。え、かっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。え、これ今後もトレンドくんじゃね？トレンドくんじゃね？これ喧嘩売り行った方がいいよ。赤ちゃんに接するように。大丈夫？させてあげて、させてあげて。嫌味を言って。嫌味、ダッサいわ。よーく見るとダサいな。怖がって。あ、ちょっとなんか傾向して。あ、無理無理無理。いや、もう絶対爆発よ。
の甘えて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 、もうこれないと生きていけないわ。あ、本当に足あげるわ。いや、そういう人だよ。あ、いや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 、アメリカ人っぽく。クール、そう、クール、うん、クール、デンジャラス。 It's mine, it's mine, it's mine, it's mine. Yours? Yeah. Yours? Yeah, it's mine, it's mine, it's mine. ブラジル人っぽく。とりあえずこういう、あ、じゃあフランス人っぽく、フランス人っぽく。あ、フランス人っぽく。フランスパン？No, no, 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 no. 似てるけどね。はい、終了。ありがとうございます。難しい。はい、ありがとうございます。じゃあ、ステムさん、行きましょう。はい、行くよ。じゃあ、はい、うぃ、優しいの、はい、優しいの、はい、早い、早い、早い、決めんのが早い。はい、行きますよ。これじゃあ、褒めて。え、めっちゃカラフルじゃん。めっちゃカラフルよ。超カラフル。カチカチカチ。え、最先端行ってないよ。え、なんだよ、これお前や。あ、しぼんでんじゃん。しぼんでんじゃん。しわしわなんだよ。甘えて、甘えて。え、まずい。このシワめっちゃかわいい。チャラついて。何？チャラついて。レインボー。レインボー。うえ。うえ。マジマンジーやばトニーイエーイオーヤーマジマンジー入れて入れて甘えて甘えて甘えて、あーかわいい、なんでこんなカラフルに入ってるのに、嫌いな女子に接するように、嫌いな女子に接するように、いやマジお前八方美人だよ。いやマジ私はたかしくんに告白するとか言ってた。はい、終了。誰たかしくんで いそうかな。はい、ということで、皆さんいろんな演技をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ大丈夫、それなりに難しかったかもしれませんが、はい、楽しかったです。はい、別のやりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてやりましょう。ハイテンション選手権、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。これから誰が一番元気なのかっていうのをね、見ていただこうという、これから言う設定で、はい、それにふさわしいセリフを言ってください、はい、ハイテンションで、ハイテンション、ハイテンションで、まずハイテンションですからね、元気よく言いましょうか。スイッチさん、はい、まず元気にいきましょうか。ちょっと控えめなので、明らかにこうテンションがなだらかにこう、あっち側こう、はい、ほら、あの人たちハイテンションだよ。スイッチさん、あんな感じで、じゃあ頑張れちゃおう、イエーイ。はい、ありがとうございます。じゃあ、そっか、じゃあ最初マイクあっちにしようか。あ、ありがとう。ね、最初ハイテンションね、ね、まずまずステムさんから行こうか。できた。ね、はい。ここからドカンと行けばいいんですよね。まあ、そう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 。ゲス。じゃあ、ぶちかましていこう。テーマ言います。テーマ、アイドルらしい可愛いのやります。好きな人への告白。ハイテンション。ハイテンションで告白する。ハイテンションで告白する。はい、okay. じゃあ一人ずつ、一人ずついきますよ。はい、ハイテンションで、ハイテンションって好きでも愛してるって分かんないけど、まあ、一言ですか、一言二言三言、はい、はい、じゃあいきますよ、よーいスタート。あなたのことが好きだからー。おお、素晴らしい。やりづれー、はい、かっこいい、はい、なんか日本じゃなかったっすね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いいね、まあ、日本じゃなかったから。すごい、はい、どうぞ。いいですか、はい、愛してるー。OK、 怖い、怖い。はい、どうぞ。バラエティー班ちょっとやめてください、その前振り。はい、好きだー。顔若い。はい、
一瞬で赤くなりました。じゃあ、ほんまれさん、お願いします。ずっとずっとずっと好き好きでした。はい、過去形すごい、それ、よかった、はい。さあ、こっから不安な顔になってきますさあ、バラエティー慣れしてない感じの、いいの、可愛くてもいいからね、可愛いだけでもいいからねはい、好きです、離れないでください。あー、可愛い、テンションはあれだけど、可愛い、はい、どうぞ、はい、めっちゃ好きやねー。おー、元気元気元気、いい、はい、いいよ、はい、どうぞ。大好きだー。あー、いい、青春ドラマみたい青春ドラマみたいどうぞどうぞ。めっちゃ好きー。おー、すごいすごい頑張って、すごい頑張った感じがする。はい、どうぞ。めちゃめちゃ大好きー。おー、イエーイ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 、はい、はい、ティアモー。どういうこと。ティアモー。あー、そうなのね、はい、ありがとう、はい、じゃあどうぞどうぞ、はい、好き頑張った、頑張った感じする、はい、いいよ、はい、サランヘヨー。あー、いい、あー、いいね、帰ってきた、帰ってきた、いいね、はい、大好きだよいや、いいね、気が抜ける、気が抜けていいよはい、どうぞ。好き、大好きありがとうございます、かわいい、はい、ということでみんな頑張りました。はい、じゃあちょっともう時間がなくなりましたので、あら、残念、本当はもう一問やりたかったけど、残念、はい、ということでありがとうございました。はい、やばーす。じゃあちょっとね、ここで皆さんお知らせとかそういうのやりましょうか。はい、はい、じゃあマイク、あ、もうスイッチさん全員持ってるからね、じゃあスイッチさんから喋っていこうか。はい、はい、私たちスイッチが、明日1月の20日ですね、東京アイドル劇場さんで、うん、ライブをやらせていただくことが決まってます、うん、18時30分からの開演なので、ぜひ皆さんお待ちしてます。お待ちしてます、お願いします。皆さんどういうユニットとか、そういうなんか説明。一応ですね、デビューしたのが12月6日で、去年の12月6日で、やっと1ヶ月ちょっと経ったグループなんですけど、うん、ディスクユニオンさんから出た、ディスクユニオンから出ました、うん。で、どんなユニット、うん、個性豊か、そう、個性豊かなちょっと控えめ7人の乱反射をお楽しみに、はい、ということで、はい、あのパフォーマンスではちゃんと見せるといいなと思 う歌とダンスはちゃんとしてるので、そっちが本業だからね、そっちそうです、ちょっとアドリブ弱めなんで頑張って、次は頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。はい、じゃあマイク回してあげて、はい、じゃあどうぞリズムスクさん、はい、お知らせしてください。はい、私たちリズムスクは2月末まで毎週末ライブを行っ、ライブに出演します。明日は、渋谷ガールズミーティングというライブに、渋谷キャメロットに出演いたします。私たちリズムスクは、なんだろう、どういうグループ、あ、いいんじゃない、普通に、ね、そうそう、教えて。スポーツが、まあ、3人とも好きで、はい、私は大相撲が大好きです。私は野球やってたので野球が大好きです。私はアニメと漫画が大好き、吹奏楽部だったので応援することが好きです。あ、応援ね、なるほど、はい、まあ、スポーツに共通しているというユニットです。はい、はいはい、ぜひライブ来てください、お願いします、 します、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ本丸さん、はい、はい、感触のひなのメンバーです、コマレアウです。感触のひなというソロユニットなんでしたけど、うん、2月頃からあのホマレアウというソロにあのなりそうです、なんですけど、あのライブをちょっと告知します。1月23日に渋谷グラッドで事務所主催のライブがあり、コラボのステージもたくさん出るので、あのぜひ遊びに来てください。あとは大事なのは、2月19日に渋谷の会場ですごく大事なライブバトルがあるんですけど、そちらを応援してほしいことと、あと6月9日に自分の生誕ライブを開いていただくことになったので、あの来てほしいです、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、にゃんななです。告知ですね、1月23日同じ事務所なんで、事務所主催のライブ一緒に出ます、コラボもします。で、3月31日に私の生誕をやっていただくことになったので、ぜひ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 遊びに来てください。あと2月8日から、白と黒の同窓会という舞台に出ますんで、よかったらぜひぜひ見に来てください、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあステムさん。はい、はい、はちゃめちゃ声優ユニットステムです。私たちは新人声優として活動してるんですけども、はい、その傍ら、ステムとしてライブ活動を行っております。私たちもうすぐで1年になるんですよ、結成して、はい、1月30日 で、はい、で、はい、なんと2月9日に1周年記念イベントで主催フェスと、その後に初のワンマンライブを開催させていただくことになりました。やったー。一人でもね、多くの方にお越しいただけたら嬉しいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さんそれで重要なこともね、ありますので、ぜひ応援してください。ということで、はい、今日はね、いろいろやりましたけど、ちょっと恥ずかしかったですかね。すごい恥ずかしかったです。そうですか。え、そうですか。そんな感じは見えないですけど。本当ですか。そうですね。はい、ね、ね、ニャナナさん、ね、いや、もうすっごい恥ずかしくて泣いちゃいそうでした。怖かったね。ね、ほまるさん、そうね、恥ずかしかったね。あいあい、困ってたけど頑張りました。頑張ってた、頑張ってたね。頑張ってたね。いつもすごい頑張ってたね。皆さん頑張ってた。はいはい。ちょっと見習って頑張ります。うん、見習ってね。まああれが正解とは言わないですけど。ね、スイッチさんもね、はい、頑張ったね。頑張ったよね。ね、頑張った。すごいテンション高かったもんね。高かったね、珍しく高かった、はい、よろしく、ありがとうございます。じゃあこの後はね、いろいろ歌とかお送りしますので、皆さんの本業の方をお楽しみください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で CM を挟みます。楽しんでいきましょう。はい、ザッキーです。ちゃんなおです。なみぞーです。私たちはちゃめちゃ声優ユニットステムです。よろしくお願いします。はい、さっきの企画コーナーではワイワイしてたんですけども、はい、はちゃめちゃだからね。そう。説明したよ。はちゃめちゃなところを出しました。、はい、まあ、今日ね、多分皆さんね、こう初めて見るかなっていう感じなんですけども、戸惑ってるからね。戸惑ってる。まあ、いつもこんなうるさい感じでライブをしておりますが、まあ、本業はね、新人声優として声優の活動をしてるんですけども、はい、ライブははちゃめちゃに楽しくお届けしてますので、はい、ぜひね、一緒に楽しんでいただければ嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは、先ほどはカバー曲でお届けしたんですけども、うん、次はオリジナル曲でお届けしたいと思います。はい、それでは聴いてください。はちゃめちゃナイトフィーバー、君と踊る夜。セッタンサンサンス、君と踊るサタデーナイト。セッタンサンサンス、君を思うサタデーナイト。一緒にワンツー言ってください。ワンツー、一緒にワンツー、言えるかな。ワンツー、せーの、ワンツー、行くぞ。セッタンサンサン、君と踊るよサタデーナイト。セッタンサンサン、君を思うよサタデーナイト。どんなにもテンション高まってる、不可能がないからときめきハッピー。 I need you, I need you, I need you baby baby。 こんなに everyday、声を上げてしまうほど、こんなに every night 会いたくてたまらないんだ。 Let's party night、 終わりのない時を添えて、夢で君に会えたこと、ただそれだけで happy。 Let's party night、 止められないこの想いを、ずっと伝えたいんだ、君だけの最後な、やいやいや、Tonight, yeah, yeah, yeah. Tonight, yeah, yeah, yeah. Tonight,
やいやいや。もう一回ワンツー言いますよ。ワンツー、ワンツー。ステップタンタンタン、君と踊りでさたでない。ステップタンタンタン、振り真似して、君を思うよ。はちゃめちゃナイトフィーバー、ネバフィーバー。上横もと上、フィーバーネバフィーバー。上横もと上、フィーバーネバフィーバー。上横もと上、フィーバーネバフィーバー。ちょっと難しかったね。そんなに every day、 あの日のこと思い出すから。そんなに every night、 夢を飛び出してシャイタイ。レッドパーリーライ、終わりのライン時も超えて、やっと巡り会えたこと。今はめっちゃハッピーハッピー。レッツパーティーライト、まばゆいこの想いを君に届くように。これからの未来思い描くのさ。はじける心 in my heart tonight、 yeah 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 tonight、 yeah yeah yeahはちゃめちゃナイトフィーバーネバフィーバー。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 はちゃめちゃないとフィーバネバフィーバー。できたかな。ステップタンスタンスタン、ステップタンスタンスタン、ステップタンスタンスタン、ステップタンスタンスタン。ありがとうございます。はい、早いものです。ラストの曲となります。オリジナル曲です。ティンクルトゥモロー。愛しくて切なくて待ちきれなくて、君のことを思い続けること、間違いじゃないと気づき始めた。もう一度君との明日を声出してみましょう。飲みかけのグラス、試した君の気持ち、まだ私だけを見てほしい。他の誘惑に勝てるかな。未来はつるこくらのパンドラって立ち上がってきた。あの日誓った言葉を胸に一歩踏み出すよ。愛しくて切なくて待ちきれなくて、君のことを思い続けること、間違いじゃないと気づき始めた。もう一度君との明日を。パンパパパンパン、いくぞ。初めて気づいた辛く辛い気持ち、ああ笑顔見せてくれる君の優しさが少し苦しくて、おいく些細な出来事でもすぐに君を思い出しちゃうから、もう止められない。
よさあ今すぐ行かなくちゃ愛しくて切なくて待ちきれなくて君のことを思い続けること間違いじゃないと気づき始めたもう一度君との明日をさせて今日も君のことを待つ今もこの場所で愛しくて切なくて忘れられなくて君のことを思い続けること間違いじゃないと気づき始めたもう一度君との明日を愛しくて切なくて待ちきれなくて君のことを思い続けること間違いじゃないと気づき始めたもう一度君との明日を振り回してください開いて閉じて開いて閉じてありがとうございますのことを
かるしさ学んだ難しいこと全部教えてあげる僕の英語だったごめん近づくほど改めまして、火花炸裂小粒のひな、感触のひな、感触のひなのメンバーの誉れあうと言います。皆さんよろしくお願いします。本日はあの祝礼っていう言えてますよね。あの祝礼ドルチェラブリーという番組にあの初めて出演させていただいたので、あれ合ってますよね。そういうくれって言った方がいいんですか。すの方がいいですね。わかりました。あのすゆくれって言います。あのすゆくれドルチェラブリー初めて出させていただいたんですけど、いつもこちらのワロップ放送局でガールズトークでしょっていう番組ではレギュラーで出てるんですけど、ありがとうございました。初めて見るお客様もいたし、多分この番組に出てることで初めて知ってくれた方もいるかなと思うので、また呼んでいただけたらいいなと思います。ガールズトークでしょっていう番組は毎月第2、第4土曜日に放送してるので、そちらもよければ見てみてください。見に来てください。そしてはい、ありがとうございます。ちょっと先ほどライブの告知をさせていただいたんですけど、もう一回ちょっとおさらいしようと思います。感触のひなというか誉れあうとして生誕ライブが6月9日日曜日のお昼に吉祥寺シャッフルという会場で開いていただきます。なのでこちらの前売りチケットは今日の物販でも販売しますし、皆さんぜひ前売りチケットが予約よりも安いので手に入れてほしいなと思います。今日物販でも売るし販売しますし、いつもライブの会場でも販売するので、ぜひお立ち寄りください。はい、それではですね、続いていきたいと思います。聞いてください。シーズン2フェード。いつかは消えてしまうようなあなたと共にいた季節が不意に帰りまとわりつくのです。歪めないでと僕をぶつのです。何のことかわからないけれど、あなたを無視するでしょう。
小さい頃の僕のままだったら守ってくれていたはず。小さな僕のままでいられたら守られていたのに。許したい時、許せないこと、今の僕はとても脆くて、壊したいもの、壊せないこと、これから一人で生きるなら。今から書き留めてみます、あなたと別れた経緯を。思い返せば優しくて、僕はあなたに頼り切っていて、他に信じるものもなかったし、過酷な日々の中、あなたは自分の中にある正義を僕にだけ見せてくれた。本当の強さってやつ、この目で確かに見てたのに。支えたいもの、刺さらないこと、僕の決意は揺るがなくて、笑ったひとき、笑ってられないこと、生きてる意味もわからないのに。僕の隣誰もいなくて、もう壊したいもの、壊せたこと、その向こうにあなたいたから。支えたいもの、刺さりたいこと、生きる意味はそれだけ。感触のひなのほまれあうでした。聞いてくださってありがとうございました。この後も楽しんでいってください。ありがとうございます。皆さん、改めましてこんにちは、にゃんななです。よろしくお願いします。本日は番組ご観覧いただきまして誠にありがとうございます。それでは早速お聞きください。リマーカブル。限られた人生、たくさん笑おうや。最高な君とたくさん最高の時間は。何もなかった僕は何もかもから目を背け、あの光が欲しい。
緒に笑っていいよ。背中押すよ。進むいた君のあの膨れた僕の強さで君のこと守るから、そばにいるよ。だから大丈夫、一緒なら僕は無敵だ。最高は被るでした。ですね、今にゃんななは物販でこの曲の CD ジャケットを決める投票みたいのを行ってるんで、無料でできるんで、ぜひぜひよかったら遊びに来てください。はい、にゃんなな、先ほどもお知らせさせていただいたんですけど、3月31日に私の生誕祭をやらせていただきますので、もしよかったら遊びに来てください。お願いします。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。次の曲はですね、実は生まれて初めて私が作詞と作曲をした曲です。どうぞ聴きください。リナリア。いくぞ。ワイ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 。君の隣がこんな幸せだなんて知りたくなかった。知れてよかった。君はいつも僕のことどう思ってるのかな。君の隣が僕だけの場所にならないかな。一人で過ごす夜、君はどうしてるのかな。他の誰かと一緒なの。ねえねえねえ聞いてよ、僕が歌を歌うわけを。ねえねえねえ気づいて、僕が歌を歌う意味を。君に魔法をかけたかった、僕だけ見て欲しかったんだ。僕と話してる君はいつも笑顔で、大好きなはずの笑顔がなぜか苦しいんだ。君を思ってる時は幸せな気持ちで、隣にいない間に切なくなるんだ。ああ僕じゃ君の心を動かせないのかな。僕ばっかでするよ。笑ってる君も怒ってる君も泣いてる君も全部全部綺麗で、僕にはまぶしくて全部全部愛おしくて、君に気づいてほしい。でもやっぱり怖くて、だけど僕はだけど僕はだけど僕は君に届けるために今日も歌い続けるんです。ねえねえねえ聞いてよ、僕が歌を歌うわけを。ねえねえねえ気づいて、僕が歌を歌う意味を。君に魔法をかけたかった、僕だけ見て欲しかったんだ。あの日の悲しそうだった君へ、僕以外のことで泣かないで、僕だけを見て幸せでいてよ。僕なら君を全部受け止める。だからお願い、
ありがとうございます。ありがとうございます。以上、地下アイドル界のバラエティ班、ニャンナの玉井千鶴でした。ありがとうございました。この後も引き続きお楽しみください。試してる刺激的なルーレット起き通しあなたの気持ちなんて今もほら熱して感じるもの揺れている曖昧な反応触れているこれ以上我慢できない意地悪なあなたにかき乱され今夜も胸が張り裂けそうブルーアベアなくしてじらしたい昨日から既読スルーでそう簡単に手に入れられないのもっともっとその気にさせたいのよ Lies and truth 本当は不安だよねちゃんと言葉にして真実の愛だって Love is game to do Love is game to do これで夢見心地で夢に精一杯 Let's get the to do way で開く最後の決め手は真実の愛だけ Love is game to do Love is game to do 今すぐ Love is game to do Love is game to do
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に聴いてください。ハートビート。最後の曲です。手拍子をお願いします。ありがとうございます。途中で諦めなかった。スタートダッシュで奇跡を起こせ。絶対絶命、ピンチはチャンスに変えよう。真っ向勝負、投げ込む最高のウィニングショット。誰かのために強く、誰かのため優しく、勝利信じて「愛だけ痛いを握りしめて」
愛はな醤油まだ見ぬこれから出会う時あれから変われたの私のムーンライトからでは答えが出ないきっと見つけるからそっと手を伸ばしにI'm not sure you keep on that
手はそうスタンバイして忘れ物を開けドキドキが叶う誰でも初めて知ると自己吸が速くなるのだから縮まる距離感回り始めた飛び出せるライブどこへ行こうな止まれないスーパーサンシャインレッツゴー駆け出してすごいのハリケーンを巻き起こせスーパーサンシャインきみへの想いきらめくラブリースマイルズキュンと打ち抜くも運命なのかな目と目が合うこの確率ドラマみたいだから疑い出したらキリがないもんね信じてごらんゴロゴロダダダッシュ君に夢中スーパーサンシャインレッツゴー抱きしめて恋のハリケーンを巻き起こせスーパーサンシャインハイテンションぶち上げこの手をつないでほしいスペシャルな想い弾けるハートが私の恋のメーター振り切らせる、はい、本日1月19日はあんたのカウンターになります皆さんで一緒に応援してくださいせーのあんちゃんお誕生日おめでとうありがとうございますあんたまた来いスーパーサンシャインレッツゴーカー私たちスイッチでした。ありがとうございました。